こんにちは、花屋のおまさん。そして動画をご覧の皆様、今回133話になりますね。テクノロジーが世界を変えるというお話をしました。そして今 YouTube というテクノロジーが出会いをね、ものすごく身近なものにしてると思うんですよ。ただね、今回のことっていうのは、いや本当にそうなんでしょうかという視点でちょっとね、お話をさせていただきます。私の経験で恐縮なんですけども、私のね、小学校中学校の頃っていうのは、雑誌の一番後ろの方に文通コーナーってあって、まさにその人のね、住所電話番号がガツッと載ってたんですよ。それこそ中学生とか高校生、小学生の住所がバツッと載ってました。年齢とかもね、場合によっては写真付きで載ってました。でそれに基づいて文通相手を探すみたいなのがあったわけなんですけども、だからね、文通をしてると、私も結構知ってたんですけども、文通をしてると中にはその写真が同封されてたりとか、本当身近なね、相談事とか楽しかったこととかが語られていたりとか、ものすごく楽しかったですね。こうやって稚拙な文章で書くんですけども、手紙が行ったり来たりしてこんなになりましたよね。で何人かの方と同時にすることもあったんですけども、なんかその学校ではね、冴えない私でも文通してる人とはなんかね、その男女の関係っていうか彼女みたいになるわけなんですよね、小学校中学校で。で、お会いすることっていうのは当時はなかったんですけども、なんかものすごいね、楽しい時間をいただけて、本当に彼女ができたような感覚でしたし、まあ、あの文面からするとね、相手の方も私に対してその彼氏感覚で話してくれたのかなと思います。もちろんね、遠方だったんで警戒心がそれなりにお互いに溶けていたってところもあるんで、そのバーチャルな世界でのそういった人間関係や恋愛関係ができたのかもしれません。それで一番ちょうどよかったのかもしれないですね。でどちらからともなく、だんだん手紙のペースが落ちていって消えていったってことなんですけどね。で私がね、20代の頃も同じようなことがあったんですよ。一つはやっぱりね、文通ですよね。PHS っていうサービスが始まった頃に、 PHS を提供している会社が運営している出会い系サイトがちゃんとサービスの中にあったんですよ。でそこの中で自分の気に入った声の人にメッセージを送っておくと、ちょっと24時間以内にメッセージがね、届くみたいなことがあって、実際にそこで私は何人の方ともやり取りをして、でだんだんとね、電話番号とかメールアドレスは当時あまり流行ってなかったんですけども、電話番号を教え合ったりとかして、で住所とか教え合って、まあ、手紙をね、交換するようになったんですよね。でそれこそ全国各地お手紙をね、北海道はなかったんですけども、まあ、岩手とかね、秋田県とかね、そういうところとのやり取りがあったり、茨城とか、それから島根県とかね、で広島県もあったし、あと四国、高松、松山、こちらの方からも連絡が来たりしましたね。で福岡の方もありましたね。で中にはそういった PHS を通じての出会い系サイトから手紙になり、それが電話になり、そして今度会いに行くねってなってね、私の家に泊まりに来たこともあるんですよ。もちろん私は当時実家からこうやってましたんで、実家にねその何ですかね、出会い系サイトで知り合った人が泊まりに来るみたいなね、まあ女の子がうちの家に泊まったんで、なんかねうちの両親も喜んでましたけどもねまあそんなね、思い出もあったりしたわけなんですけども、まあでもその時はどっちかっていうと彼女感覚ではなくて、もうなんかどっちかっていうと、うちだったら安心だから泊まりなよみたいな感じですよね。実際うち実家なんで、そういう風な安心感から泊まってくださったのかとも思いますし、で私が一人暮らしだったら多分ね、ちょっと警戒したと思うんですよ。でそんな感じがあってね、 YouTube がなくてもテクノロジーがなくても人は何とかして人に出会ってたんじゃないかなと思うんですよね。ただやっぱり YouTube があることによって、いろんな方法ではダメだったけども、 YouTube だったら自分のことが正直に語れるって人も出てきたのは救いだと思うんですよ。そういう意味ではやっぱりテクノロジーのおかげで人は可能性を広げたのかなと思います。そしてこれからどんなテクノロジーが出てくるのかなと考えた時に、この前はね、マイナンバーカードのお話をしました。多くの人が警戒するのはカメラが出てきた時も同じなんですよね。今では気軽に皆さんね、カメラ写真撮ってますけども、このカメラが出てきた時はね、これによって魂が抜かれるって本気で信じたわけなんですよ。今では笑い話みたいでしょ。だからマイナンバーカードも同じとは言いませんけども、私はね、なんかそんな気がします。マイナンバーカードがなんとなくね、自分のことを監視されてるみたいな感じがしますけども、はっきり言ってね、私は思うんですけども、私を監視してもしょうがないんですよね。どっかの政府の偉い方が国民を監視するときに、私の暮らしなんて監視しても全く面白くないと思うんですよね。だから監視されて困るっていう風な立場の人は多分嫌がるでしょうけども、まあ、私ね、一般国民っていうか隠居してる人間なんで、監視されてもどうってことないんですよね、そう考えてみたら。だからね、マイナンバーカードどうぞみたいな感じですよね。もうまさにね、監視されて困るんだったら YouTube でこんなの出てないですからね。
まあ、ですんで、私はマイナンバーは大歓迎なんですけども、その他テクノロジーが進んで何が起こるかというと、多分勘違いを基準に世界が回ることっていうのはマイナンバーと同じようにね、結構あると思うんですよ。その最たるもんがエコカーですよね。電気自動車。電気自動車って電気で走るから CO2 の削減になっていいなっていうふうに多くの方は思ってますけども、果たしてそうなんでしょうか。エコカーの電気を維持するための発電はどこでやってるんでしょうか。それは火力発電所や原子力発電所に賄ってるんですけども、今の車の走っているこのペースで全部が電気自動車に変わったら、とてもじゃないけども発電が間に合わないっていうね、そういう数字もあるんですよ。ということはガソリン車を規制しても結局はどっかでガソリン車を使わなければならない人がいるし、プラスですね、これはもしかしたら電気自動車をものすごくね、特権階級の人にしか走らせないようにして、使わせないようにして、そのバランスを取るのかもしれません。ひいては電力ってものを特定の人には使わせる、特定の人には使わせないっていうバランスができるかもしれないですね。今この瞬間でも電気なんて一生使わずに暮らす人がじゃあどのくらいいるのかってことを考えたことありますかね。私は日本人だからほとんどの人は電気の恩恵に預かって一生送るもんだと思いますけども、じゃあ日本以外の国でね、電球もないし冷蔵庫なんてとんでもないしエアコンなんて見たことも聞いたこともない、そんな人がまあ数億人いるっていう事実もあるわけなんですよ。その方はもちろんですけども、今日夕食に何ができるのかわからないし、夕食が食べれるのかどうかもわからない、鉛筆も持ったことがないし文字を学んだこともないっていう、そういうふうなね、非常に気の毒な方もいらっしゃるんですよね。じゃあそういう方がこの電力余りの時代に余った電力さえ使わせてもらえずに一生終わることと、我々が求めているエコカーっていうのが本当にエコなのかなと。それは森林伐採をして不自由な人を生み出した上にもたらされている見せかけの豊かさなんではないかなと思うんですよ。だからね、カーボンニュートラルって言いますけども、日本はこれから CO2 をどんどん削減していって地球温暖化に歯止めをかけるって言いますけども、そもそも地球温暖化って CO2 が原因なのかどうかっていうのは全く分かってないんですよ。ただそういう説を勘違いしてしまった人がいるってことなんですよ。それに多くの人が乗っかってるんですよね。最近でもそうですけども、 PCR 検査についていろんな議論がありますけども、結局もっともらしいことを言ってる人ってどっかに書いてあることをそのまま言ってるだけで、誰かが言ってることをそのまま言ってるだけなんですよ。要するに自分で編み出した回答ではないんですよね。これで果たしていいんでしょうかと思うわけなんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、テクノロジーが進化したばっかりに私たちは自分の内側に対してものすごく鈍感になっているってことなんですよね。自分の内側を使うんじゃなくて、自分の外側、誰かが生み出した知恵をそのまま使おうとしてるわけなんですよ。で、これがいいことなのか悪いことなのかは人それぞれわからないところがありますけども、私は今隠居という暮らしを送りながら、なるべく情報を取らないように、なるべく人と会わないようにして自分の内側に問いかけるようにはしてるんですよ。ただそれだけに自分勝手になりがちなんでね、本当にね、 YouTube っていうのが私の救いではあるんですけどね、まあ、いろいろと申し上げましたけども、これからの世界っていうのはより人間の精神性が大事になってくるんではないかなと思うんですよ。誰かが言ったからとか、どっかに書いてあるからっていうので、それを強く主張するんじゃなくて、自分で、おや、本当にそうかな、これはおかしいぞ、本当にそうなるのかなっていうふうに考え続けて、自分の脳を進化し続けること、これが精神性を高めていくことなのかなと思いますし、自分と違った意見があってもそれもきちんと受け取ってあげるというね、自分の思い込みを傘に着てですね、お前が違ってるというふうな口論に持っていくんではなくて、もしかしたらこの人の考えが自分には合ってるかもしれないなと、もしくは今この瞬間は違う意見だけども話し合ってみると同じ方向に向かうかもしれないなと、共存できるかもしれないなっていう意味でのこの精神性ですよね。私はそれをどこまで追求できるのか、これからもね、 YouTube を通じて学んでいこうかと思います。それではね、北海道からお帰りになったらまた YouTube のやり取りができればと思います。あと何日ぐらいですかね、今日でお帰りになるんですかね。まあ、ご安全に旅をお続けください。いってらっしゃい。